壊れてる。よいしょ。待って、分かったんですけど、壊れ、リングライトが壊れた理由分かった。やっちゃった。いや、なんか理由っていうか、あのこのね、先端があるじゃないですか。見える？これ壊れてて、この先端をね、この間拾ったんですよ。拾って、なんだろうと思って捨てたんですよ。やばくない？捨てた。多分この、でも捨ててなくても多分これ壊れてるから無理なの。捨てちゃった。させない、これさせないから、もうこのリングライトはお別れですね。やばいね。リングライトまた買わないと。やばい。なんかね、この先端が落ちてて、なんだこれと思っても捨てたんですよ。多分まだあったとしてももう刺せないから、どっちにしろ同じだったんですけど、もうリングライトが壊れました。あー、でも暗いね。めっちゃ一時この暗さでみんな許してください。こんばんは。リングライトもおかしいしね。買い替えないと、どっちにしろ下がってくるから最近。ね、寿命が、もうリングライトの寿命がなくなった。そう、ちょうどいい機会でした。ね。リングライトの電源は USB ってなんだ。なんかこれを挿して、これを挿してコンセントがこれつながってるんで挿してたんですけど、壊れた。今日は5時半からカメリアタイムなので、5時半まで配信したいと思います。5時半まで。橘家の雪の夜ご飯はね、まだね、わかりません。まだわかんない。なんだろう、予想しよう。何にしようか。何に予想しよう。これさ、
このさケーブルさあれじゃない、もしかしてこのケーブル家にあるかもしれん。ちょっと後で探してみよう、もしかしたら合うかも。オンラインも、オンラインは事務所でやってるのであります、ちゃんと。うちは、海鮮焼きそばって美味しそう。モバイルバッテリー、私のモバイルバッテリーこれなんですけど、これめっちゃ良くてめっちゃ早いんですよ充電が。おすすめ。どこなんかね、結構前に買ってもらったんですけど覚えてないんですけど、多分ネットで買ってめっちゃ早い。これこれやばい。もう気づいたらめっちゃ、しかも減りもめっちゃ少ないんですよ。減りがめっちゃ少なくて、なんパンパン充電パンパンにできる。クルトスさん、レンボスさん、ありがとうございます。今からお仕事します。朝10時から最終日や。そう、これめっちゃすごいよ。めっちゃ充電できる。でこの間ね、イヤホン、ワイヤレスイヤホンのあのエアポッツをねなくしてたんですよ私。でもなくしてて本当にないって思って、本当にもうテンションが上がらなかったんですけどでもこの間昨日だったかな、お買い物用のバッグを整理してたらあって、モバイルバッテリーじゃない、モバイル違う、ワイヤレスイヤホンが、見つけました。やっと。そう、お買い物バッグをね、そう、あの押し入れのケースに入れてたんですよ。それを忘れててありました。今日の声向かってますけど、昨日の公園行きたかった。昨日の公園も楽しかったですよ。スマホの充電なくてコンビニでモバイルバッテリー借りてきたとこ、モバイルバッテリーはね持っといた方が便利。でも私充電器持ち歩いてたり してるのでそれでもいいけど、モバイルバッテリー結構便利です。ちょっとね大きいんだよねこれ。でも大きい、ちょっと重いからあれだけど、でもめっちゃ充電いい、おすすめです。そうだ、夢の中でもイヤホンなくしてたよね。ほんとだ、やば、まさ夢になっちゃいそう、怖いな。現実は見つかったのでよかった。ほんとほんとにそうです。本当にさ、充電が減らない携帯欲しくない？もうなんか充電する必要がない携帯。充電するのがちょっとめんどくさいですよね。なくなっちゃったりしたらあれだし。私もなんだっけな、劇場帰りとか充電ないからいつも
つも充電ない。写真撮りすぎて。直樹さん初見ありがとうございます。コッペ HKT 全員集合見たよ、だって。見てくれました、皆さん見てくれましたか。昨日の公演 DMM 見たよ、めっちゃ笑いあるで見られる、そうめっちゃ楽しかった、ね、猫押しオンラインだよ、やばいやばいよね、早すぎ。ただ充電できるね、本当に。もう充電やだ、一瞬で充電できるのね。そう、めっちゃ早いのがいいね、バーって増えていくやつ、それがいいな。ここペ自撮り消していくタイプ、消さないとね、容量が最近やばくて、そうちょっと写真ね整理しないといけないんですけど、ちょっとめんどくさいな。ね、整理できてないけど、なんかね、いっぱいいっぱいね撮っちゃうんですよ、なんか写真を。本当に意味のないものをいっぱい撮っちゃうから、本当に容量がやばいんですけど、ちょっとね消していかないと動画とか全然保存できなくなっちゃうので、消さないとですね。一瞬でチャージできる博多民マックス的なやつないかな。博多民ね、本当だよね。チャージ。本当にあのボスたちはハータミンをどんだけ飲むのか。ね。ハータミン飲みすぎて大丈夫か。昨日だったら席をせなくても行けそう、ね、なんかね、なんていうの、席さ、みんな教えてくれるんですけど、なんていうの、あ、何番だってさ見るさ時間がなくて、公演ギリギリで、だからね、席、どこに何々さんおるって全員覚えれてないんです。そう、覚えれてる余裕が、なんか集合時間とかが早くてね、時間があればじっくり見るんですけど、コップの生誕祭早く来ないからね、生誕祭楽しみにやりたい。でもハンジャーみたいにあんなしっかりしたやつ書けないんですけど、なんかスピーチ、コッペパンにしちゃうとハンちゃんの面影なくなるくない？パンになっちゃう。ムハマドさんハートありがとうございます。もし動画クリナさんに送ろうね。送るよ、送ろう、クリナさん。そんな、ね、面白い動画送った記憶ないんですよ、私。送った記憶ないんだけど、送ってたみたい。最終日はカメリアタイムがとんでもんね、本当に最終日まで本当に油断できない順位なので、ドリカバイの保存してるとありがとうございます。
はカートデッキの人たちが飲んじゃってるのか。お花畑の受験ありがとうございます。ステージがお客さんの顔まで見えない、眩しそう。でもコンサートとかのあの大きいステージは見えないんですよ、全く。見えても2、3列目だけど、劇場は見えます。ハジャが送った動画にほっぺ映ってたね。どん何の動画だろう、全然わかんない。新しいの目立ってます、めっちゃ嬉しい。お猿さん出てほしいね、お猿さん、太郎さん出てほしい。ゆうだ社長券ありがとうございます。今日は授業中ずっと眠たくて、リハ期間中に溜めてた宿題が終わんなくて昨日やってたんですよ。でも意外と早く終わって、なんで今日は早く寝たいと思います。音量気をつけてな、動画面白かった。ハンちゃんがさ、ハンちゃんが声でかくないみたいな、でカレンレンがでかい、そう、あの動画の撮影者カレンレンなんです。ハンちゃんのお母さん見たかった。ハンちゃんのお母さんめっちゃ面白いですよ。ココッペーって言ってくる。ココッペーめっちゃ面白い。朝の7時から23時間ずっと頑張る。そう、そうなんです。私も頑張るので、一緒にペペファミリーで頑張りましょう。一緒に一緒に。できない時間帯はね、みんなで補ってというか、みんなで頑張りましょう。23時間ってすごいよね。ゆいちゃんのコーナーも面白かった、ね、面白かった。いや、開演前にさ、アイチーさんとゆいながめっちゃ喋ってるなと思って、そんな話をしてたの。誰がかわやねえさん、クッキーありがとうございます。ハンちゃんおとなしくないと思うけどね、面白い。ハンちゃんとりあえずおとなしい。でもうる、おとなしいみたいにうるさくはないかな、はんちゃん。おとなしくはない、なんか中間のいい子って感じ。博多なんなるさん、マシュマロありがとうございます。そう、はんちゃかちゃんやった。そう、ふたしめもねやってね、カメラで。IGMC 鍛える気満々。IG さんの MC がないとそうやっていけない。
私締めるときはあれは即興コントだって、あのハンディはどんな感じで締めるって話してて、そうでもねこれにしようっていうのは決めてなくて、あんちゃんが走り出したので私も走りました。そう、あんな楽しい生誕祭がね久しぶりだみたいな皆さんのあのツイートを見て嬉しくなった。いや、はんちゃんにねバレ、多分ねバレてたと思うんですよ。なんかそう、私ね、あのマネージャーさんの名前を言おうとしちゃった。そう、マネージャーさんのあの6期生のマネージャーさんをね、あのから送られてきたんですよ。なんかこんな感じの流れでお手紙読むからお願いしますお願いみたいな、こうなんていうのね、送られてきて、で同じタクシーに乗ってたんですよ、ハンちゃんとね。それでハンちゃんが横にいるの忘れてて、でそれ見てたら、え、それ何って言われて、横から、え、やばいと思って、あ、待って、ハンちゃん以外、ハンちゃん以外みんな送られてるよとか言ってごまかしました。ハンちゃん以外みんな送られてるよってごまかして、なんとか、そうなみたいな言ってたけど、なんとかごまかせたかなみたいな感じで、うん、で、ココペ手紙誰やと思うみたいな聞いてきて、ハンちゃんが、え、誰やろうみたいな、めっちゃ嘘のような演技 してたと思うんですけど、嘘の演技して、でね、なんだ、ハンちゃんママが生誕祭に誘ってくれたんですよね、私たちの家族で、なんかママがなんか、え、ど、なんか どうしようかなみたいな感じになってて、でハンちゃんたち家族に内緒っていうか秘密で家族、私の家族が見に行ったっていう、内緒っていうか、なんて言うんだろう、内緒で見に行ったっていう、あの、私も初めてだったよ。もうすぐ春休みなんです。昨日声出していいの忘れてお見送り黙ってどうって後悔した。みんなね、なんかお見送りもいつもと違ってみんな声出してくれてたから、おーって思って、はんちゃんママめっちゃ元気だと思う、めっちゃ元気だと思います、面白い。クロさんハートありがとうございます。おー、すごい、もう最終ラウンドめっちゃドキドキだな。いや、どんな感じなんやろ、なんかドキドキすぎる。そういえば心ちゃん今日からマスクしても OK になってるね。皆さんどうするんですか、外す、みんな外しますか。なんか外せなくない、なんかね、なんか学校はみんな多分外さないと思うけど、普段ねみんな外します、わかんないよねあれ、自分の自由って感じやけど、わかんない。
当に緊張してるんですよ、もう。もう本当にあの結果発表本当に心臓に悪い。本当にめっちゃドキドキするランキング見るときが。めっちゃドキドキするけど、もうここまで来たらねやりきるしかないので、皆さん協力をよろしくお願いします。もうこのあと5時半から6時半まで神レアタイムなので、もう協力してくれたら嬉しいです。みんなするよね。満員電車とか絶対やだよね。絶対やだ。今度ラビリンスのね撮影があるんですよ。新しい衣装をまた着て撮影があります。楽しみ。オフショットいっぱい撮って、またいっぱい写真撮ってみんなに見せたいので、コンプリートしてください。うん、コンプリートして。でも暑いのは暑いので嫌なんだよね。真夏とかきついもん。頑張りましょう。本当に8位って本当にすごいことなんで、本当に、うん、でもすごい順位だけど油断できない順位なので、みんなで頑張りましょう。クリアン おじいちゃんさん、初見ありがとうございます。よし、じゃあランキング読もうかな。そろそろ始まるので。13位トリルさん、ありがとうございます。12位リカさん、ありがとうございます。11位シーチャンペさん、ありがとうございます。10位オレオーズさん、ありがとうございます。9位博多カンベイさん、ありがとうございます。8位エルプリメロさん、ありがとうございます。7位モリショウさん、ありがとうございます。6位今蔵さん、ありがとうございます。5位誰がカバヤネさん、ありがとうございます。10位ムハマドさん、ありがとうございます。3位クロトスさん、ありがとうございます。2位クロさん、ありがとうございます。1位ノリッペさん、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ頑張りましょう。カミリアタイムこのあと17時30分からなので、皆さんよろしくお願いします。頑張りましょう。はい、ありがとうございました。バイバーイ。